はい、まあ、運動が本当に自分ですもすごく好きなので、やっぱり考えていることがこうしばらく空白に、特にヨガなんかは本当に呼吸で自分の心と体をこうつなげていって、すごく毎日している呼吸をより深く大切に見れるので、すごくいい時間になりますね。あとまあお酒もそういう意味ではストレス発散になってると思うし、それからお風呂の時間もすごく好きなので、朝晩は必ず湯船に浸かってふーって入ってますね。もう多分無人島でね、住んでる人以外はみんなストレス、人ともう関わることがもう生活するってことはある意味もうストレス発生すると思うので、今の世の中人とね人生で生きていくっていうのはストレスはあるものだと思っています、うん、ただその重さとか外し方ですよね。やっぱり溜めすぎちゃうと爆発しちゃうし、体も心も、なので自分の好きなことでちょっとまた気をニュートラルにしたり、でも割とこう来たことを割と受け止めるのも大事にしてますっていうのは割と考える方なんですよ。でそれがまあパッと忘れられる方もいると思うんですけど、なんかきっとこういうことって自分に意味あることなのかなってすごい思うんですよね。そうなんですよね。そうですね、ですね、私どれも気にしてるかもしれませんね。やっぱり健康ってバランスだと思うんですよね。特に若い頃はまあ運動でその辺が重きが多かったんですけど、年齢を重ねるとともに食事、睡眠のその休息、体に入れるものの大切さ、その辺はすごく感じるようになりましたね。必需品ですか？ね、品物というよりはいいのかなと思うんですけど、やっぱり必要な存在ということで、パートナーね、やっぱりすごい、そう、本当にいい方と出会って感謝してるし、とやっぱり仲間ですかね。助けてくれるのってやっぱり本当にそういう人だったりするので、あとワンちゃんその仲間とか家族とか、はい、ワンちゃんとかはすごい助けてもらってますね。やっぱりこう40過ぎてぐらいからその代謝が落ちたりとか、そういうことも感じ始めて、改めて口に入れるものの大切さを感じ始めた時だったんですね。野菜であったりフルーツのその酵素の力とか、なんか私が聞いたのは酵素が体の中で途絶えた時が人生の幕を閉じるとも聞いたんですね。割とそのいわゆるこう言葉の力っていうんですか、まあ何がいいよとか言われると何でも試す方で、やっぱり今の、ね、時代本当にどんどんこう研究も発達して変わってきてるじゃないですか、概念が。改めてその細胞を作る、肌を作るっていうのに油、そしてタンパク質、お肉も大事だって言って、でもあとお野菜ですよね。お野菜のそういう本当に酵素の熱で壊されてない本来の持ってるエネルギーっていうんですか、ああいうものはやっぱり美味しいし意識して食べるようにしてますね。もう一日の中で割と朝はこうデトックスも入れるというよりは出す方がリズム的にいいって聞いたので、私も朝は本当にもう旬の野菜で、まあ、ジュースにしたりとか、あとフルーツだったりヨーグルト、シリアルとか本当にもう軽めですね。何でも好きな、好き嫌いなく本当おかげさまで食べれるので、でもお酒が大好きでして、飲めるので感謝なんですけど、一日のやっぱりリセットで結構お酒の時間は大事にしてますね。そうですね、
あのこの間それこそ実家に帰った時に赤ビーツのスープをいただいたんですね。でちょうどちょっと飲みすぎてまして、前の日がなんか辛いなと思ってた時に、あのすごい飲んだ途端に元気になったんですよ。何か何が変わったって、目がこうふわっと開いて、そしてエネルギーがこう入ってきたので、えお酒じゃない、この何だろう、この入り方みたいな、そしたらやっぱりあの聞いたら赤ビーツってあの飲む輸血と言われてるんですってね。飲む点滴が甘酒っていうのは聞いたことあったんですけど、飲む輸血剤ぐらいなエネルギー、すごくないですか、血が入るって、まあ、真っ赤なものなんですけども、やっぱり改めてその食べるもの、それで自然のもの、やっぱりそして私はやっぱり長野で生まれたので土地のもので育ってきたので、そういうものが合うんだなっていうのは